え、まずね、やま、視聴覚室が、二次フェスの、スタートだったんだよね、そう。で、そう、だったから、控え室があって、で、そのさ、時間帯その時間帯が同じ人たち。なんて言えばいいの？視聴覚室の時間帯が同じ人たちの控え室があって、で、まあ、はじめましての方とか何人かいたの。そう。それこそ私なんだっけ、なんだっけじゃなくて、小柳さんと星るべさんにちょっと初めてご挨拶したんだけど、そうそうそう。ちゃんと小柳さんのことをダンス部に誘ってきました。小柳さん、ダンスできるんですよね？聞きました！ダンスできるって！聞きました！やりましょう！って言ってきました。そう、星るべさんもどうですか？って言ったけど、僕は踊れないです。みたいな言われました。踊りましょう！ダンハラになってしまう。これ以上は。ビラ配りしてきた。そう、ご挨拶して、で、あと、メルトちゃん？そう、倉持メルトちゃん。メルトちゃんにも、実はお会いしてきました。まあ、なんでそう、メルトちゃんにお会いしてきたかというと、一回ちょっとね、お電話でお話ししたことがあって、そう。そう、実はね、みんなが知らないうちに私、メルトちゃんとね、いや、メルトちゃん？メルトちゃん？まあ、どっちでもいいか。メルトちゃんと実は裏で通話してまして、そう。で、二次フェスで会えたらいいね、みたいな話をしてて、そしたら前日にね、メルトちゃんからディスコが来て、カルタ先輩みたいな、明日会えたら嬉しいです、ワンちゃん会えたら嬉しいです、みたいなチャットが来たから、ヤマニコニコで、何を言ってるの、ヤマはメルトちゃんに会いに行くために二次フェス行くまであるよって言って、メルトちゃんに会ってきました。有言実行。そう、メルトちゃんに会ってきてハグしました。超いい香りした。いや、もうなんかごめん、本当にさ、明日もう香り大好きだから、この人の香りが大好きすぎ、マジでいい匂いした。うん、しかもメルトちゃんさ、ダンス終わった後もさ、チャット送ってくれてさ、めっちゃ良かったですってわざわざ送ってくれて、いや、マジでいい子っていうか、なんか、嬉しすぎて、それが。なんかびっくりしちゃった。送って、わざわざ送ってくれるの？と思って。嬉しかった。めちゃくちゃ。そう、メルトちゃんはダンスができます。そう。メルトちゃんはダンスができます。だから、もう誘ってます、私は。通話の段階で、いや、もう大丈夫だよ、メルトちゃんは3になったらすぐダンス部なのでね、一緒に踊ろうね。一緒に踊ろうねって言ってきました。もう内定です。うん、もう確保してます。いや、もう、メルトちゃんと小柳さんはもう確保してるので、もう二人います。うん。優秀な人材が。ありがとうございます。本当に。そう。でも、なんか、いきなり話しかけるのは、やばいかなと思って。ちょっと、マジで、いきなり話しかけるの怖いかなと思って、まず、山が怖い人じゃないよってことを示すために、視聴覚室に、の同じ時間になったメンバー全員に、メルティーキスって、ちょっと長方形の箱に入ったメルティーキスがあるんですけど、四角いやつじゃなくて、四角タイプのキューブタイプのメルティーキスじゃなくて、普通に板チョコ一枚、
タイプみたいな、板チョコ一かけらタイプのメルティーキスがあるんですけど、それをまず、山が怖い人じゃないよ、名刺代わりに、あの、視聴確率の同じ時間帯のメンバー全員に配って、今全員に配って、で、そう、お話ししに行った。あ、メルティ、あ、チョコ食べますか？チョコ好きですか？って言って、あ、どうぞどうぞってあげて、小柳さんダンスできるって聞きました。って行きました。うん、です。マジで外交。うん。いや、すごい成長だよ。え、ちなみにね、むゆちゃんにあげたんだけど、むゆちゃんはね、むゆちゃんは、むゆちゃんあげるよって言って2個あげたんだけど、むゆちゃん、1個目口に入れた瞬間、口から落としやがって。むゆちゃんびっくりしたの。え？とか言って、口からポロッ入れたのに口から落としやがってむゆちゃん。なんで？山もなんで？いや、いいですよ。雨風が落としちゃって話していいですよって言ってたから話すけど。落としやがりました、むゆちゃん。緊張してたのかな？2個あってよかったって言ってたけど。うん、よかったよかった。2個あげてよかったっつって。そう、むゆちゃんも久しぶりに会った。むゆちゃーんって言って。すごい味だった。いや、メルティーキスは美味しいですよ。うん。え、でももう一個ちゃんと食べてたもん。そう。いや、むゆちゃんは常にいい香り。申し訳ないけど。本当に、むゆちゃんはいい女。マジでむゆちゃんはいい女。あ、セラフくんは、その視聴覚室の同じ時間帯にいたから、セラフくんにもチョコあげた。あ、そう、でも、その2時、あ、違う、視聴覚室が終わった後、戻って、ちょっとおしゃべりしたら、山上さんの声がすごい大きくて、こっちまで聞こえましたって言われた。星上さんにも、小柳さんにも、セラフくんにも。なんか、多分、星上さんが山と多分、そう、ちょっと離れてたんだけど、星部さんのとこまで声が聞こえてたらしくて、ごめんなさい、声がでかくて、本当に声がでかくてすみませんって謝ってきました。